はい、秋田雄一郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。9本目となりました。はい、8本目で、今後そのアジア、マンアジアということでね、はい、新たな、海外に向けた、はい、まあ、構想ということをお話しいただいたんですけども、はい、やっぱりその海外のことを考えておく、海外を意識していくことっていうのは重要なことだと思われますか？そうですね、非常に重要ですね。まあ、特に僕はもともとニューヨークとかね、に拠点で音楽活動してた時期もあるんですけども、やっぱりこの間も去年もニューヨーク行ってきたんですけども、やっぱりどん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 音楽のテイストとか音楽の地図っていうのは塗り替えられてて、やっぱりライブなんかがものすごくいろんな意味で幅広くいろんな場所で行われたりしますし、もちろんそれはなんていうかな、ニューヨークだけではなくてどこの街でも世界中の街でいい音楽っていうのはやっぱりライブでね、ぜひ聴いて歩くっていうことがすごく大事じゃないかなと思いますし、その中でそのアジアの中に取り込まれるもの、アジアから発信されるものっていうものが、どんな風になっていくのかなっていうのをぜひね、皆さん自分の足で旅をして、実際こう音楽旅行じゃないですけども、音楽の旅みたいのも自分の中で考えてやられたらぜひいいと思います、ね、ぜひそれは実現させてください、はい、ありがとうございました、はい。